日本福島県藍津若松市東栄町東栄町は、福島県藍津若松市の町名。定番を持たない、単独町名である。郵便番号は965-0872。藍津盆地南東部に位置する藍津地方の中心都市、藍津若松市の北西部に位置する。若松地域に属し、市街地の中部、藍津若松市役所周辺の地域を町域とする。 周囲の地域とともに阿賀川の支流、湯川、せせなぎ川やその支流などにより形成された、戦場地上に発達した合津若松市、中心市街地の一部を形作る。東は城前、都の町、西は西境町、南は大手町、山賀町、北は境町、中町に接する。町名は、町域が旧境町の東部にあたることからとされる。江戸時代。 アイズ藩により、周辺が収められていた時代において、現在の東映町周辺に、東映町という地名はなく、横通りなど、若松城価格内の一部だった。横通りは、若松城価格内の内北部の地域で、放射区通、三日町通り、六日町通り、大町通、甲賀町通り、京林寺町通、諏訪通など南北八条の通りからなっていた。また、 各街との間に、宝釈、寺口、南町口、甲賀町口などいくつかの門が設けられていた。その後、母親戦争により現在の東映町付近は大きな被害を受ける。明治時代に入ると、江戸時代からの若松城下の町は再編され、本町、米台、小田垣、王道、権元下角に加えて、小田町、半米町のそれぞれ一部が合わさり、 若松栄町となる。この町名は、母親戦争により、周辺の地域が大きな被害を受けたため、以後栄えることを願いつけられたものされる。その後、1889年に、町村制の施行により若松町内の町名となった、ほか合わせて栄町の町名となり、1899年には、若松町の市政施行により、若松市の町名となる。 1955年、当時の若松市と、高野村、一木村、高座市村、門田村、東山村、大戸村、港村が合併、藍津若松市となったことから、以後東栄町は、同市の町名となる。その後、1960年代には、藍津若松市の住居表示が実施され、現在の東栄町周辺も対象となる。そして、1965年、 旧栄町の一部により東栄町が誕生する。また、近年は、藍津若松市の交通バリアフリー基本構想に沿って、東栄町付近を通過する国道118号等の整備が行われ、歩道の拡幅等が実施されている。2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。東栄町北部、北方向には、 新明通りが見える町域西側を通る国道118号で合図乗り合い自動車によるバスが運行されている。また、観光向けのバス、ハイカラ山、赤部、江も東映町付近を経由している。系統、ありがとうございます。